ヘビアユ飛ぶんですよ。よくよくある話で。冬は怖いんですよ。あ、本当に。ここ何回もギア飛ばす。冬は硬いじゃないですか。でオイルの柔らかくなったら、ガンってなった瞬間にガツッかけて、あ、そこで下ろしてるときが一番怖い。2回ぐらいそれでやってるし、まあ、つけて下ろしてガツッ、あ、やったって、もうダメで、はい、今日は終了。終了ならまだいいけど、はい、今日請求書30万。請求書ついてくる。30万やって言われるし、怖いんですよ。だからこれちょっと機嫌損ねると何か壊れようし、だから釣り出て何も壊れなかったっていうのはラッキーな、ね、なんか絶対得られる。とかやっぱヤンマーとかの漁船系のディーゼルとかは、うん、ベラボーに頑丈やな。ディーゼル系は頑丈ですね。車もそうですよ。ディーゼルは漁師なんか一番時間とか、ディーゼルはやっぱ圧縮比高いからその分硬く作ってるもんで、ね、うん、車のディーゼルもだから普通に10万キロどころじゃなくて30万キロもあるけど、ね、全然壊れない。農機具とかでもそうですよね。そうディーゼルは圧縮比高いからこの、もともとあれやね、うん、もう作りがそうじゃないと爆発に耐えられないから、そういう行動ですからね。こういうマーキュリーもそうだし、ヤマハもそうだし、どこもそうやし、なんやかんやって軽くするとか言い始めると壊れるんですよ。耐久力絶対トレードオフやから、軽さとかパワー上げるっていうのもどれどれ耐久性は落ちていくから怖いんです。何でもそうですよ、ね、そこのバランス取るのが難しい。本当のサーキットのやつも、サーキットは修理、はい、まあ、それでもまずいけど修理入ればするけど、ラリーはもうその場で下手すると直さない。ここまで行きますか。まず自衛隊か北山田あたり、今度ね、これは悪くて、これは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 、
高級ですか、うん、今日もこんなんかな。いや、もうちょっと吹くと思いますけど、ね、ちょっと吹いとくかな、うん、でもまあ、普通の大したことない。この辺りから行きます。この辺りから行きます。腹筋鍛えられるわ。これはやっぱ腰に良くないな。